どうもー、えー、今日は水曜日なんで、えー、あれですね、今週のぼやきということで、えーまあ、またお酒を飲みたいと思います。えー、まずこれハイボール、えー、変わらずティーチャーズのハイボールですね。ティーチャーズのハイボール。うん いつもと同じちょっと薄,薄いですねちょっと薄めですけども、うん、ほんで今日はですねこれですね日本酒はこちら、えー、山田錦大吟醸ということでですねこれはねちょっとねあのー、酒屋さんねこう日本酒とかこういろいろ置いておられるような酒屋さんにちょっと買いに行ったんですけどもちょっとお休みやったんですね こうゴールデンウィークにこう入ってるということでまあやってた日もあったかもしれないんですけどまあその買いに行った日はお休みでですねでちょっとあやはディオにねちょっと野菜の苗を買いに行った時に一緒にだから買いましたで山田錦大金城ほんまはね酒屋さんでこう買ってこう説明聞いてですねそれで選びたいんですけどももういろんなとこ回るのちょっと時間的にちょっとなかったんで もで買いましたで4号のこの冷やの瓶がですね4種類ぐらいだったんかなでその中から一応まあ名前は聞いたことがあるこう山田錦の大吟醸これを買いましたでこれは冷やしてまあ10度前後で冷やしとくのが一番こ飲み頃温度としてはあってですねでちょっと甘口によっててほんで淡麗と甘口で淡麗というちょっと珍しいえー、感じですね 濃厚ではなく淡麗だから、えー、滋賀県ではないでしょうねこれは京都ですねあ宝酒造ですね宝酒造有名なねでこれをちょっとこう入れていきますこの音がいいですねトコトコトコそしてですねそして飲みます あーそうですね、そのままですね、甘口で、えー、淡麗。でも、ほんまの淡麗ですね。うーん、かなり淡いですね、淡い。淡い、こう、味というか。うーんー、なんか微妙な味ですね、なんとも言えない味ですね、これ、甘口なんやけど。 そこまで甘さを感じないですねうんまあ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 、まあ、これはこれでまたちゃんとあの酒屋さんにね、えー、買いに行っていろいろね、えー、買いたいそのまあ滋賀県のやっぱ蔵のお酒、えー、濃厚のうま口、えー、の日本酒をちょっと明日でも買いに行きたいなというふうに思いますで今日、まあ、おつまみとしてこれですね えー、オリーブの実とですねらっきょととキムチというところですまあうんで今週がですね僕ゴールデンウィーク全く休みなくですね、えー、この1週間、えー、仕事させていただいたんですけども、えー、結構暇でですねそのあまりこう 開けけてたんですけどもちょっとねこうお客さんのご来店の数が少なくてたでと言ってもですねそのぼーっとしてることはなくてですねこうまあいろいろとこうやってたんですけどもですねであとちょっと施術もねこうしようということで、えー、両親をねあの施術、えー、しました。 まあ久々ですね、久々。えーまあ、以前はね、こう2週間にいっぺんぐらいは受けた方がいいということでこうやってた父親なんかはね、結構頑固な、えー、腰痛があってですね、であの近くの整形外科にね、えー、理学療法士さんにこう見てもらってですね、こうやってるんですけども、ーえーまあ、いい先生らしい。 理学療法士のその先生はいい先生で父親も結構気に入ってるんですけどもなかなかそのよくならないっていうところですね、えー、2週間にいっぺんぐらい行ってるんですけどもなかなかよくならないということで久々に僕が父親をこのゴールデンウィークに施術してですねで、えー、父親的にはこう1回やったらある程度良くなるっていうのをこう望んでるんですけども、えー、そんなにね甘いもんではなくてですね ちょっとこれは施術を重ねた方がいいなというところでできれば僕の中で1週間に一遍ぐらいこうやるのがこういいかなという感じで思ってます。でかなりこうその腰痛がこうどう,うんですかかなり頑固というかねえちょっとまあ施術受けてその日というよりは次の日ぐらいにちょっと楽になるんですけどもそしてまたこううんなかなかその。 パッととここう良くなることはなるはいんでその施術してちょっと良くなってそこからまたこう日常生活で、えー、またその元々の痛みにこう戻っていくんですけどもそれを毎週毎週僕が施術することができるとですね、えー、それはこういい方向へ向かっていくんではないかなというところではあるんですけどもちょっとね僕がその毎週父親をしっかりと施術する時間がなかなかないということで。 えー、と言ってもねこう自分の身内をねこう腰痛からある程度ね解放してやることができないとねできないというかそ,のそれはしたいんですけどもやっぱり、えー、その辺こう売り上げもしっかり上げたいんでもちろんこれは当たり前なんですけどもお客様優先になるんでですね、えー、父親をどこでこう。 うん施術をするかっていうところであと父親もそんなにねこう暇を持て余してる状態じゃないんですいろいろこうやっとる仕事もしてますんで、えー、父親もこう時間があって僕も時間があってっていうところでこう1週間に1回こう時間を作りたいんですけどもなかなかこれは難しいかなというところでどうしようかなっていうところですねどこで作るかですねそれが難しい。 うん,うーんどうしようかな、うん、ちょっとねでもこれはできれば毎週続けるとどこまで例えば4回目5回目5週目ぐらいでどこまでよく,よくなっていくかっていうのをこう、えー、正直見たい。 っていうのもあるんですね父親が楽になってもらうのが第一義ですけども、えー、そこに自分のこう施術でどこまで良くなるかっていう例えば毎週受けていくことによってどこまで良くなるかっていうのをね、えー、見たいですね。っていうところがあるんでえー、っとですねうーんいろいろねこうやっていきたいことがあるんで。 それをやりながらほんで、えー、2週間にいっぺんはその整形外科の、ね、理学療法士さんの,その父親も気に入ってるんで、えー、その先生のそういうリハビリを受けてもらってほんで日々ねこう結構こうセルフケア結構父親が頑張ってやるんでですねこれがなかなかすごいなと思うんですね。なかなかこうやらない人の方がこうが多いと世の中ねやらない人の方が多いんですけども父親はそれをやる人間なんで、えー、その辺はこう自分が言っって。 これれれれををやっっててって言っててててみくく言それを続けてくれるんでいろんなねこう検証ができる形なんでうん頑固ではありますけどもそれはもう年やからしょうがないと諦めるんではなくてですね解放に向かうようにこうやっていくでそのために僕もちょっと調べていくところですね。その 今こう便利な時代でこう世界的な論文とかねそういうとことこう最新情報もこう仕入れることができるんでえそっからこう読んでですねそっからこう検証していってっていうのとあと痛みですねえ痛みのその出るこうメカニズムじゃないですけどそういうものをこう捉えていってそこにこう自分の施術をこう やっていってどこまでその腰痛というものが取れるようになるかっていうのをいろいろやっていきたいほんで、えー、そうですねそれがどこまで、えー、時間と自分の気持ちとね、えー、やっぱりお客さんがね鍛えてだいてすごくありがたくてそれをこう集中させたいっていうのもあるから父親の施術をどこでやるかっていうのがこうポイントになってきますね。うん 休みはね僕ちょっとしっかりとこうやることまあ休む体を休めるというよりはいろいろこう活動をしていくんで、えー、その時間はその時間で自分の時間で使うということですね、えー、もちろん父親を楽にしたいという気持ちもあるんですけども休日はそういう使い方をするんでですねどっかにこう父親を施術する時間をこう作りたい確保していきたいなとでまあ一つできることは 父親をもうお客様という捉え方をして、えー、その時間をもう確保してしまうかですねその仕事の中でその例えば1時間の施術っていうものをもう父親をするということでもう確保してその時間は予約を取れない状態にもしてしまうかですね えーまあ、それがもったいないとかいうことよりもですね、えー、それでこう父親を施術して良くなって父親がこういろいろ活動的にもっともっとねこう痛みからこうある程度解放されてこうできていく状態を作る方がやっぱりえいいかなっていう今ねこう喋りながらちょっと考えてるんでそれをこう作っていこうかなというふうに考えます。うん、じゃそれの方がいいですよねやっぱりこう 自分もこうその方が後悔しない毎週毎週その施術をして、えー、それによってどうなるかっていうのをこう見ていった方がいいかなっていうふうに思うんでちょっと僕の中でちょっと決心ちょっと今こうしてますね。そこは、えー、売り上げを削ってでそのことがこうゆくゆくこう何かこう自分にプラスになっていくような気もするんで。で ここういういとをを考ええる時間を与えてくれそのーゴールデンウィークがちょっとえー、売り上げが下がりましたけどもそのそのことによって父親を施術するまあ母親も施術しましたけども母親はねえー、ある程度柔軟なこう心があるんでですねそのある程度こう柔らかい状態になってるんで母親に関しては うーんベストは2週間に1遍ぐらいですけども、まあ、1ヶ月に1遍ぐらいこう施術をこうできればそれでこういいかなという感じではあるんでですね、えー、母親に関してはそこまでこう僕の中で心配してないで自分でこう動いたりこうウォーキングしたりこうせ、えー、整骨に行ったりとかね 色々してるんででですねで僕がこのゴールデンウィークに母親も施術したんですけども、えー、施術したらもうやっぱりその次の日とかそのあとんかすごい体楽々って言ってたんでそれだけの反応をこう示せるということはですね、えー、体の感性がある程度あるということなんで、えー、それはあのその状態を作るためのねこう日々のこう動きっていうことをしていけばこう まある、まあ、る程度のの状態っていうのは保てる、えー、問題は父親の腰痛ですねそこをこうやっていくというところかなというふうに僕は今もうこれ喋りながら考えたんでちょっと父親に関しては真剣にこう腰痛にこう向き合っていこうかなというところでではやなるべく早くねこう腰痛から解放させてやろうということをちょっと決めました、うん、これは僕の一つの戦いですね 父親をこう腰痛から解放させるための戦いということでいい戦いやと思うんでこれはこうちゃんとこう取り組んでいこうというふうに思います。うん、ということで今日はねえ今日のぼやきはまあまあ父親のあれをこう直すとまあまあいうことですね、うん。すごく自分の気持ちがこう今しゃべりながら整理されました。ここでこうしっかりとこう父親を 腰痛から解放させてやるという気持ちに固まりましたということで。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今週はですね終わりたいと思います。どうもありがとうございます。